黒影さん大型と思ったけど、みゆさんも大型だったのね。了解、覚えておこう。絶対忘れると思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで、早速マンションを見ていきますか。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。今回はちょっと久々にまたこのマンションに住みたいという人が来てくれているので QR コードを読み取っていきたいと思います。 QR コードを読み取る。たっくん、なごみ系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ、ただ笑ってるだけじゃなくみんなが楽しめるように行動する、実はしっかり者。いいね、アイドル系でキラキラなんかと思ったけど。はい、それじゃあ新しく入ってくれたタックンのところに行こう。ちなみに私は最近募集してるメンバーのやつで、メンバーさんの特典として優先的にトモコレのマンションの中に住人として来てもらえるっていう風にしてるんで、今回この入ってくれたタックンはメンバーのリンゴ太郎さんのミーです。流行とかあまり気にしません。流行とか、流行を気にする必要ないぐらい、なんかめっちゃお金持ちそうやねん。自分を貫いたんでいいと思う。全然いいと思う。はい、コーンスープどうぞ。どうすか、なんかもっとステーキとかあげた方がよかったかな。あれしかも美味しくなかった。マジで？私もコーンスープ好きじゃないんやけどね。自分も好きじゃないものを人に勧めるのはやめましょう。コーンのつぶつぶがいらんかなーみたいな感じやけど。お、ペッカナさん。何？誰と喧嘩をしてるの？もう怒った。どうしたどうした？台湾と喧嘩しました。お、台湾さん。前回に続き、また台湾さんですか？まあほら、ちょっと落ち着いて仲直りをしてください。よし。まあ、ハンバーグで踊り出すけんね、全然大丈夫やと思う。もっと言い方を考えてください。全然平気やと思う。はい、どうぞ。ペッカナさんは親友イッシーさんなんよね。はい、来たー。早速の。ハンバーグ、エビチリ、お子様ランチ、オムライス。いいね、なんか。エビチリはちょっと辛いやつとかもあったりとかするけど、全体的に私が好きなもの。全体的に好みが子供舌ですね。いってらっしゃいまし。さあ、どうだ。なんか同じような帽子かぶってるね。でも違うんか、一応。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。あ、よかった。ちゃんと仲直りしてくれた。うまくいきました。やったね。ありがとうございます。仲直りできました。うんうんうん。お腹もいっぱい満たされたし。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。マンションの窓から部屋を覗くとき、タッチペンのスライドで次々覗けます。その方が早いよね。はい、そしてサチさん入ります。一緒に遊びませんか？遊びましょう、遊びましょう。共通点クイズ、二人の見えの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。共通点クイズ第1問。第1問。ミュートクの影は同じ血液型である。どうなんやろう。いいえ。答えはなんとなく A 型と O 型。なるほど、黒影さん O 型と思ったけど、ミュさんも O 型だったのね。了解、覚えておこう。絶対忘れると思います。ぜひぜひ。だからティッシュをもらいました。ありがとう。なんか全体的にあれかな、洋食の方が好きな人多いんかな。この方と一緒にまったりする時間が好きです。
ほのかちゃん、楽しい。ノア君は？ノア君のことも言ってあげて。何かしら言ってあげて。はい、おせちどうぞ。いただきます。はいはい。お正月といえばおせちって感じやけど、みんなおせち食べた？私は全く食べてないんやけど。おせちってね、なんか豪華やなって思うし、多分めっちゃ縁起いいのはいっぱい入っとんやろなって思うんやけど、食べれるものがなさすぎる。はい、カートくん入ります。あゆなのとっくりさんと遊びたい。ちょっと前になんか特集しよったよ。100円ローソン？ 100 円ローソンで、なんか、自分の好きなものだけを選んで、おせちに詰めるみたいな、お自由に。キャッチ、ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのものを床に落としたら失敗です。はい、スタート。なんかおせちって豆系多くない？無理なんだよな。あ、紐がついていました。今のは取れたんじゃないのか。今度こそ行きますよ。さあ来い。あ、心配。マジか。もう一回もう一回もう一回。もう一回だけですよ。うんうん、行きますよ。絶対現実やったらあれキャッチできとるって。おし。ナイスキャッチ。おし。やったね。おめでとうございます。最初のだってさ、あんなバウンドすることある？聴診器。受け取ってください。ありがとう。お宝、聴診器をもらいました。ついつい、ボールペンを分解してしまいます。そういうこともあるよ。小中学生ぐらいやったらあるかもしれない。特に男子はね。中学生男子への偏見がすごい。どうすか。すごく美味しかった。よかったよかった。もう好物1位に入ってん。いいね。なんか今日は遊びたい人がめちゃくちゃ多い感じだな。ってことで初雪さん入ります。一緒に遊びませんか。遊びましょう遊びましょう。こうね、2020年初の共通点ハートマークは誰なのかっていうのがすごい気になるけど、今のところ出てないよね。まだ今同じ服を着ている。違うんじゃない。いいえ、答えはいいえでした。全然違ったね。共通点クイーズ第2問。第2問でで、シュウヤとてっちゃんは下の名前の文字数が同じである。違う。いいえ、答えはいいえでした。共通点クイーズ最終問題。最終問題。でで、アスとんだいたんは親友である。はい、違うと思う、普通に。答えは、アスさん結構最近入ってきたばっかやしね。あ、でも友達なんや。つながってるのね。おめでとうございます。親友にはなっていないけど。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝、ランドセルをもらいました。ありがとう。あ、お疲れ様です。あ、どうも。どうも、お疲れ様です。あの、なんか、この間の、お正月 ?1 月1日やったんかな ?1 日か。に撮影したやつで、なんか、住人のみんなが、こう、明けましておめでとうございますの挨拶をしてくれ、みたいに言ってんけど、お店の人はしてくれた。クリスマスもそうやったよね。クリスマスも確か住民はみんな何もクリスマスに触れてくれなくて、でお店に行ったらメリークリスマスみたいな、そこだけ。でもコメントで見たらみんななんか住人さんたち挨拶してくれましたよみたいな多かったんやけど、ケイスケさんめっちゃ呼び寄る。入ります入ります。はい、遊びましょう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。超アップクイズ第1問。第1問、これは何でしょう。おにぎり。答えは多分海苔の部分やと思う。あの黒いのはおにぎりでした。イエーイ。でも私一人でおにぎりとか作るときさ、自分用の海苔まかんねよね。なんか邪魔って思ってしまう。普通に、これは何でしょう。普通に塩だけ。海苔なしのチョコレートパフェ。答えは、中に梅干しは入れるけどね。チョコレートパフェの中に。イエーイ。こういうの盛り付けるの大変そうよね。崩れそう。
出しとかやったら絶対崩れる。これは何でしょう？ガム？答えはなんか袋みたいな紙。ガムでした。まあなんか消去法的な感じやね。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいので。お宝、鍵盤ハーモニカをもらいました。ありがとう。まあ、あとの二つの方がちょっと良さげやったな。ハズレス AKU は今までにはいないタイプの友達です。個性的なんかな。あずちゃん、楽しい。まあ、でも、今までにはいない感じやけど、特別こう、めっちゃ楽しいとかいうわけではないの。はい、エビピラフどうぞ。いただきます。どうすか。結構美味しかった。よかったよかった。お、エビピラフ、好物3位に入った。エビチリをこう、跳ねのけて。跳ねのけて。ちょっと一軒家の方見ていこうかな。誰だい？ちょっと来てもらえますか？ほいほい。あゆみが、一人。台湾さんとライチちゃんの、このライチちゃんにやね、めちゃくちゃ。あ、そうよ。お正月にね、すれ違いをやってたから、確か港にマークがついとったよね。旅立たせておこう。ってことって、ハトバ。久々に鳩場へ行く。お、走ってきたよ、走ってきたよ。え、全然溜まってなくない？お、びっくりした。船が2艘やってきました。あ、もしかしてもう旅立って行っとるってこと？え、でも違うよね。キラキラ島から船が来ました。輸入品、ピクチャー T シャツ、旅人はごくみちゃん。ピクチャー T シャツって何？ニューやニュー、新しい。またね。またね、バイバイ。ミキちゃん。そして豊島から船が来ました。旅人ゆめかちゃん、輸入品は麦わら天ガロンハット。これも初めて？麦わら帽とか天ガロンハットはあったけど、初なのか。なるほど。バイバイ。バイバイ、ちじゅんちゃん。おう、大量にやってきた、大量に。で、私は今からこの子たちを送り出すわけですね。こんにちは。あゆなのそっくりさん。どうもどうも、こんにちは。お父さんとお母さんをよろしくお願いします。はい、ぜひとも。なんか追加された。めっちゃ追加された。こんにちは。あゆなのそっくりさん。どうも、こんにちは。あゆなのそっくりさんも元気でね。これって一人一人声かけていかんかったら、旅立っていかんのやっけ。こんにちは。あゆなのそっくりさん。どうも。顔が怖いっすね。全然不安じゃない、ほんとに。頑張ってきてね。あゆな島を広めてきて。あゆなのそっくりさん、こんにちは。こんにちは。気をつけて行ってきます。いってらっしゃい、いつでも帰っておいで。いつでも帰ってきて、お父さんお母さんとご飯を。ちょっと待って、列やばくない？列やばすぎん、ちょっと。手紙も書きますね。あ、ぜひぜひ。そう、旅先からのね、手紙も最近ないけん。もうみんなめっちゃ書いて。こんにちは。なんか大体、誰の子供かみたいな、顔を見てパッとわかる子はパッとわかるね。そりゃ、わからない子はわかりませんもんね。こんにちは。あゆなのそっくりさん。こんにちは。あ、でもいっぱいおるようで。話しかける子は少ないけん、そうでもないんかな。あ、今までに話しかけとった子もおるってことか。こんにちは。あゆなのそっくりさん。こんにちは。あれ、さっきのこと似てるな。あゆな島。僕は泣かないぞ。えらい、えらいよ。あと二人だ。あゆなのそっくりさん、こんにちは。こんにちは。どんな世界が待ってるのかな。それは分からんけど、きっと広大な世界が広がっているはずだよ。あゆなのそっくりさん、こんにちは。なんかシャキシャキしとる子やね。忘れ物なかったかな。
きっと大丈夫なはず。ってことでみんな、ちゃんと頑張っておいで。さあ、それじゃあ。あ、でも、一軒家の方はマークないね。みんな思い思いの時間を過ごしているわけですね。もうこう、一軒家のね、子供率めちゃくちゃ高いんよね。子供率がめちゃくちゃ高いから、じゃみんなね、旅立って行ってもらって。ほら、え、多分、え、もしかして、全家に、あ、全家ではないね。この、出かけとる、家におらんところは、子供もおらんってことやろ？あ、一緒に出かけとる可能性もあるんかな？ほら、家におるところはもう、全家に子供が。いいね。いいね。それぞれみんな遊んでるわ。ほい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてって。あ、いいね。なんかこう、みんなちゃんと季節感のある服装をしている気がする。今日は 26,540 円集まりました。ありがとう。さあ、そして。あ、そうよ。輸入用品店新入荷があったんよね。今回入ってきたやつ。両方とも帽子やったっけ？あ、麦わら天ガロン。あ、ニューカラーか。なるほどね。まあ、今までもあったってことや。うんうんうん。むしろ今まで黒しかなかったのか。んで、こっちは？何の？あ、そっか、ピクチャー T シャツ。これもニューカラー。あ、なるほどね。そういうことか。新しい色が入ってきたと。うんうんうん。はい、それじゃあミニュース見てこう。商品自体が新しいわけではないのか。楽しみになりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。焼きちゃんこ鍋、ご従業員がマニアの間で注目されているのです。焼きちゃんこ鍋、鍋なのに焼くの。焼きちゃんこ鍋はその名の通り、ちゃんこ鍋ご自身で焼いたものです。何、どういう状態？なんか燃えかすみたいになってない？普通の焦げになってしまいますが、燃えかすになってるよね、確実に。え、それは鍋ごと焼いてるの？でも鍋ごと焼かんとちゃんこ鍋にはならん。でも鍋を焼いた時点でそれは普通に鍋なんではないか。よくわからない。ありがとう。ね、鍋を火にかけとるだけやけん、普通に鍋よね。ちょっとね、よくわからない料理ではあったけれど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。またちょっと徐々に新しい住人さん増えていくと思うけん、ちょっと楽しみにしていこう。していこう。どんな人が増えるんか。